はい、どうも、フメイドです。今回ですけども、もうすぐで激アツイベントが開催ということで、イベントの、内容をですね、おさらいしていくというところと、まあ、報酬の中身もですね、まあ、判明しているというところと、報酬積むが、まあ、ほぼ隠しているというところもありますので、まあ、ちょっとね、事前に、お話ししていこうかなと思います。で、月末のイベントなんですけど、つむつむスクラッチですね。まあ、これがもうすでに告知がありまして、11月26日土曜日11時から開始予定というところになっております。で、こちらはミッションクリアしてスクラッチを削ろうというところになっておりますけれども、こちらのイベントですね。5日間の開催となっております。はい。で、新ツム限定のイベントではなくて、どのツムでも遊べるイベントとなっております。で、報酬もですね、かなり厚い、報酬になっておりますので、必ずね、イベント参加しましょうというところになっております。で、まずはですね、イベントの内容を解説していきたいと思うんですけど、ミッションをクリアしてスクラッチを削るイベントになるんですけど、まあ、ミッションがこんな感じで出てくるんですけど、まあ、そこまで難しいミッションはございません。はい。で、ただね、一つ、言うとですね、1日3枚のスクラッチが配られます。はい。で、これは、つむつむくじとはちょっと違って、つむつむくじの場合は、その日限りしか、くじを獲得できないっていう、形になってるんですけれども、まあ、このつむつむスクラッチの方はですね、1日3枚配られるんですけど、その日限りではなくて、一応30日まで削る猶予がありますよというところになっております。で、1日3枚配られるので合計15枚ですね。はい、というところになってるんですけど、それを最終日に15枚全部削っても特に問題ございませんという、そんな感じのところになっております。で、こんな感じで遊び方、これちょっと1個前かなの、まあ、スクラッチの画像なんですけど、まあ、3つあるミッションをクリアして、スクラッチを削ってですね、マークが3つ揃うと、報酬がもらえますというところですね。で、こういう赤いマークがね、揃うと、報酬積むがもらえますよというところになっております。これちょっとあれだな、真ん中に見せた方が見やすいかな。もうちょ、今更だけど。はい、ちょっと移動させました。このぐらいにしとこうか。はい。で、他にマークがいくつか種類あるんですけど、星のマークを、揃えると、2000コインで、花のマークを3つ揃えるとレベッジ系、ハートのマークを3つ揃えるとハート5個という報酬内容となっております。で、これね、スクラッチなんですけど、ラストにスクラッチがまた削れるんですけど、そこの報酬もすでに決まっていて、1500コイン、スコアアイテム、54アイテム、タイムアイテム、経験値アイテムが手に入ります。もう経験値アイテムが一番いらないかなって感じですけど、まあ、それ以外はね、かなり使える、まあ、ところになってくるんで、まあ一番強いのは54アイテムですね。54アイテムが1800コイン分になるので、はい。まあ一番強いのは54かなというところになっております。まあ、ただね、3が1とか、まあ、ガチャに向けて、純粋ね、コインっていうところで言うとね、まあ、この1500コインが、欲しいっていうところもありますけど、まあ、一応、こんな、報酬内容となっております。で、ミッションにつきましては、新ツームを使うとですね、基本的にボーナスがつきます。はい。まあ、ボーナスが使う、そうですね、ボーナスがつきますというところですね。まあ、ミッションが、例えば100万スコア出しなさいって言ったら、70万スコア出して、残り30万がボーナスついたりしますよという、まあ、そんなボーナスですね。で、報酬積むの、まあ、これ報酬積むもらえるんですけど、報酬積むの内容がほぼ確しております。で、これ、まあ、基本的に、前回のやつだと、赤いマークが揃うと、ハデスがもらえますよという形になってるんですけど、まあ、ハデスがスキルマックスだった場合はね、下記のどれかがもらえるっていう形になっております。はい。で、ハデスがスキルマックスだった場合のこの5つの、まあ、報酬積むが、まあ、いずれかもらえるんですけど、この中で
コクスワースはですね、毎回必ずラインナップしているので、まあ、ここはね、もう確定かなと思います。はい。で、まあ実際ね、まあここの皆さんがもらえるツムですね、の方もですね、実はまあほぼほぼ確定しているんですけど、まあ、これスクラッチの赤いマークがすでにもうね、予告の方で削られていて、まあ見えているんですけど、まあ、ちょっとこれだけ見ると実際フック船長のなんか手に見えるんですけど、フック船長って前にね来たことあるんですよね。はい。なので、まあそれは薄いだろうってまあ皆さん思ってたりすると思うんですけど、まあこれね、カード選択画面があって、カード選択画面のところに行くとこんな感じで鮮明にね赤いマークが、見ることができます。でこれ見る限りもうろうそくですよね。でもろうそくといえばもうルミエールということで、このルミエール登場、まあ報酬積むになるのはもう間違いないかなと思います。はい、という形でですね、自分が思うところは以上になるんですけど、まあ、他のね、あのスキルマックスだった場合のこの4体は、まあ、基本的にはもう常駐積むの中からランダムかなと思います。はい。まあ、ここ最近常駐でも結構強い積むいるんですけど、まあ、ルシファーとか、まあ、ウェンディとか、まあ、消去系で強い積む結構いますし、まあ、なんか前はね、過去に野獣が入ったりとかハムオガが入ったりとかもしてるんで、はい。まあ、そこら辺ですね。もう、まあ、ちょっと期待したいかなというところですね。なんで、マレドラとかもワンチャン入る可能性もあるし。シンデレラ、さすがに無理かな。シンデレラガストはちょっと無理そうかもしれんけど。まあ、ちょっとね、そんな感じで、うん。まあ、野獣とかハムレベルの、まあ、ツムであれば、まあ、スキルマックスだった場合の方にね、入る可能性はあるのかなと思います。はい。ということで、まあこれね、まあ実際11月26日11時から始まるんですけど、まあ登場すればですね、開催すれば、まあこの報酬の内容も、すべて、わかりますので、またそれの速報も動画にしようかな、できれば、はい。と思いますけど、はい。まあそちらもね、ちょっとぜひ見ていただけたらなと思います。はい。ということで、今後ね、まあ報酬積むの内容が決まったらですね、報酬積むの、まあ、プレイ動画もね、実際上げていきますので、そちらもね、ぜひ見ていただけたらなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは。